こんにちは。今回もですね、草加にお住まいの新進気鋭のタオバオマスター深崎さんからお借りした機材の紹介になります。深崎さん、いつもありがとうございます。今回ですね、2016年に登場した新進気鋭のこれまた、中華ブランドブライトサンのスプルス単板トップモデル BS30C ですね。まずはじっくりと観察してみましょう。はい、こちらはですね、タオバオ経由のご購入で、商品の値段が約26,000円、タオバオ代行キングっていう代行業者さんの手数料が約7,000円で、購入金額の合計が33,032円ということですね。これオールタン版のモデル、ウクレレとしては、すごくリーズナブルなお値段だと思います。この後のレビューをご覧いただければ、非常にお買い得なプライスだということが分かっていただけるんじゃないかなというふうに思います。では各部の紹介ですね。サイズはコンサートサイズです。トップはスプルースの単板、サイドバックがアカシアの単板です。ネックがマホガニー、指板ブリッジがローズウッドです。サドルおよびナットに牛骨が使われています。14フレットジョイントの15、16、17、18フレットまであります。サイドポジションマーカーも入っています。17フレットまでサイドポジションマーカー入ってますね。でヘッドはですね、ご覧のように特徴的なシングルスローテッドヘッドです。ローズウッドの付き板2ミリ厚のものが使われてますね。でブランドロゴのインレイ、こちらは、パールガイでしょうかね。でチューナーは、ブラックパーツのものが使われています。オープンタイプのギアペグになりますね。で弦はですね、もともと貼られていたもので、こうちょっと見た感じわかるかな、パープルカラーの太めのゲージの弦です。おそらくダダリオの EJ87 チタニウムだと思います。なおですね、ボディエンドおよびネックヒールには、深崎さんご自身がエンドピンを取り付けておられますね。これが改造箇所ということになります。あとは肘の当たるところにコンター加工入ってますね。これローズウッドの。じゃあ続いてコンディションですね、1フレットの弦高が 0.7mm、 12フレットの弦高が 3.1mm です。コンサートとしては少しだけ高い弦高になってまして、あとオクターブピッチはですね、全ての弦でおおむね5セントから10セント前後ということで、結構バッチリなセッティングだろうと思います。で少し高めのセッティングになってますので、これを少し弦高下げていけば、まあそうですね、0.5mm ほど下げていけば、ほぼプラマイゼロぐらいの、オクターブピッチのコンディションにセッティングできるかと思います。でフレットのバリもですね、全くありませんね。あとはボディの重量なんですけども、510mm ということで、コンサートサイズとしてはかなり軽く仕上がってますね。なんと我が家にある、この伊豆のウクレレ、こちらがですね、498g ってことなので、ほぼ同じ重さということになります。まあ、伊豆が重いのか、ブライトサンが軽いのか、まあ、両方だと思うんですけれども、やっぱりですね、ウクレレ、ギアペグがついたりとか、いろいろ進化してきてますけれども、やっぱり軽く作るっていうのは、もともとのウクレレの出自に合った、方針だろうとは思いますね。
BS10C も 500g ということで、かなり軽く仕上がっています。まあ、そういう意味でブライトさんは BS10C も含めて軽さを追求してウクレレ作ってるってことが分かりますね。ではサウンドチェックしてみましょう。では BS10C も弾いてみますね。こちらはですね、弦、これダダリオのブラックナイロン EJ53 を貼ってあります。じゃあ弾いてみましょう。はい、いかがだったでしょうか。音量的にはですね、BS30C が大きめですね。iMovie の波形で比べてみますね。左側が BS30C、右側が、BS10C です。出音としてはですね、貼ってある弦の違いもありますので、その点の注意は必要なんですけれども、BS10C の方が音の粒立ちがいい感じがします。BS30C はですね、ダダリオの EJ87 チタニウムが、今一つマッチングが良くない感じがちょっと知ってますね。後で詳しく説明しますけれども、トップ材に、使われているスプルースがすごくなりのいい材なので、まあ、そことの兼ね合いということになるのかなというふうに思います。出音、大きめの出音を狙ってる分、太めのゲージの EJ87 ではなりすぎてですね、ブーミーな印象がするっていう感じになりますかね。ですので私の個人の感想としては、細めのフロロカーボンの方がこの個体にはマッチするんじゃないかなというふうに思います。例えばオルカスや、ワースのブラウンなんかがですね、合うんじゃないでしょうか。では詳しく見ていきますね。まず何といってもシングルスローテッドヘッドですよね。これブライトさんのブランドのアイキャッチになってまして、私もマホガニ単板モデル BS10C 持ってますけれども、一見してブライトさんとわかるこう特徴的な見た目ですね。ウクレレ自体の作りの良さと相まって、とても愛着が湧くものです。オンリーワン感も強いので、所有の喜びもありますよね。それとボディの形状、これボディの形状がですね、すごく美しいんですよね。このひょうたん型のボディのボトム側がこうカーブが丸っとしてですね、その上で先すぼまりなボディ形状がこのヘッドの逆三角形までこうね、二等辺三角形的なこうシルエットっていうんですかね、ちょっと画面に収まりづらいかもしれないですけど、こう二等辺三角形的な
すごく収まりのいいボディデザイン、トータルデザインになってるかなというふうに、個人的には思います。デザインバランスの良さっていうのが感じられますね。で、ブライトさんはですね、材違いで何通りかのモデルがあるんですけれども、テナーよりもコンサートの方が、そうですね、デザインは美しいんです。テナーはね、ちょっとボテッとした感じになっちゃうんですよね。すみません。テナーもしお持ちの方いらっしゃったらですね、大変すみませんって感じなんですけども、ユークハウス個人の感想でございます。それとコンター加工ですね。コンター加工もですね、ブライトさん各モデル共通の仕様ですね。ボディ周辺のバインディングの素材は同じですね、ローズウッドが使われています。で、バインディングがトップだけに入ってまして、バックにはですね、バインディングが入ってない代わりに、見てわかりますかね、丸く面取りがしてあるんですよね、角を。これは単板じゃないとできない加工ですし、材のこうね、本当の厚みを感じるというか、立体感があって、塗装の厚めのグロスの塗装と相まって、すごく高級な印象を受けますね、このボディバッグの加工は。で、見た目だけじゃなく、こう絹ずれのノイズをこう出さないっていう機能的な特徴もあります。ここのコンター部分もそうですよね。尖ってる角よりも、絹ずれの音がしづらいっていう、そういう機能的な、要素も、あります。ボディバッグのこの角を丸めた処理と、コンターですね。ブリッジは、カカ、ハンキーなんかでおなじみの縦穴式のトップ材の裏で結びコブを作って弦を止めるタイプのブリッジになっています。サドルもセットバックサドルが使われてますね。この辺は、すごくこだわりのあるメーカーだなというふうに感じます。あとはサイド&バックのアカシア材も美しいですよね。全体的に褐色からグレーっぽい色目の材で、すごく素材感が感じられます。で、センターのこう少しね、明るめに入ってる縞模様も美味しいですよね。作りも非常にいいです。塗装もすごく平滑ですね。美しいウクレレだと思います。じゃ、BS10C と少し比較してみましょう。違いですね。まず素材です。BS10C はオールマホガニーの単板ですね。で、作り、デザイン。例えばこのサウンドホール周りのロゼッタ。これも寄せ木細工のね、ちょっと変わった、一風変わった。僕のイメージだと南米インディアンの方々が作ってらっしゃる装飾のようにも見えるんですけども、これが、ある意味ブライトさんの特徴を一つ表してる、デザインになってるかなというふうに思いますけれども、シバーエンドの処理であるとか、ブリッジの形、縦穴式ブリッジの、機能的な形状、および先ほどご紹介したコンター、ボディの形状も全く同じ。ヘッドについてもシングルスロテッドということで同じですね。で、一部違うのはですね、ネックの仕様。これは私が購入した BS10C の方が2年ほど前でしょう、1年半ぐらい前ですかね、購入してるんですけども、ネックがグロスの、塗装になってますよね。ポリウレタンのグロス塗装なんですけども、BS30C の方はですね、こうサテンの塗装になってます。サテンの塗装の方が手汗かいた時にペタつかないとかですね、演奏を考えるとサテンの方が機能的には上かなと思います、ネックについては。あとはペグが仕様変わってますかね。こうした方がいいですかね。これよく見かける、量産パーツに変わってるんだと思います。黒いパーツで。こっちはその色目といい、素材感といい、これおそらく真鍮だと思うんですけども。あと、ペグのボタンがですね、これアカシアの木のボタンを使ってるんです。結構コストのかかったパーツなんですけども、これを量産パーツに置き換えてるということで、コストダウンを狙った仕様の変更。コストダウンっていうよりも、おそらく大量生産でしょうかね。中国国内、タオバオの中でも、ブライトさんっていうのはかなり売れ筋の商品にこう成長してきてまして、かなりの本数を作んなきゃいけないと思うんですよね。しかも、こう、見比べていただいてもわかるように、製造品質っていうのはほぼ変わらない状態で出てきてます。おそらく中国国内に流通させるための機材をですね、たくさん生産することを前提にした仕様パーツの変更になってるんだろうというふうに思います。で、ブライトさんにはですね、2018年3月の時点で、6モデルが展開されてますので、表にまとめておきますね。オールアカシア単板のモデル、トップがスプルースのモデル、BS30C ですね。
オールマホガニー単板のモデルが BS10C と。で、あとですね、ブライトサンでは、オール単板モデルしか ラインナップされてないんですよ。廉価版でさえオール単板で、これでもかっていうぐらいに単板にこだわってる、まあ、そんなブランドなんですね。でもそこまで突き詰めたウクレレを作ってるブランドってちょっとないと思うんですよね。日本だと私の知る限りマブハイのラインナップはもう単板しかないと思うんですけども、マブハイぐらいじゃないでしょうかね。あとは受注生産のビルダーさんかなと。量産を前提にしたブランドではまずないと思います。いずれにしろですね、ブライトさんは中国国内でしか流通してない、しかも2016年ですよ、まだ2年しか経ってない、2016年創業の新しいブランドにもかかわらず、かなりこだわりの強いウクレレを作ってますので、材の加工であるとか組み付け、塗装、全てに納得できる印象がありますね。中国国内で流通するウクレレとしてはかなり高額な部類に、まあ、入るわけですけども、タオバオで売られているウクレレでは、安かろう悪かろうな機材っていうのはそれこそ星の数ほどありますので、こういった高級高機能志向で、ブランド価値を高められるとすれば、まあ、ウクレレビジネスの中でも収益率のいい事業にしていくことができますよね。まあ、ブランドそれが作っていくってことになると思うんですけども、創業者の方は儲けは二の次で自分のこだわりをとにかく製品にしていきたいっていう思いがおそらく強いんじゃないかなとは思うんですね。結果として、それが消費者の方にもご理解いただけて、人気のブランドに育ってきているという側面があるんじゃないかなというふうには思います。で、付属品の紹介です。ブラックナイロン、ちょっとツヤっとした素材のブラックナイロンで、ダブルストラップの使用ですね。クッションはですね、厚み1センチぐらいでしょうか、少し薄めですけれども、全体的に軽く仕上がってて、使いやすいと思います。これ BS10C と同じようなイメージなんですけど、少し違うところがありまして、ブランドロゴが大きくなってる点と、その横に、ちっちゃいミニポケットがついてますね。こういうところにあのピックだとかですね、そういう小物をしまっておけると思います。で、この中にこういう紙が入ってまして、相変わらずその何日に検品が終わったよっていうサイン、こう省略されてますけども、こういったものが引き続きブライトさんには入っていると。なんかこう紐までついちゃって、店頭に並べて販売するときにこれ引っ掛けたようだと思いますね。それ以外に付属してたものとして、チューナー、カポ、手巻きのラインワインダー、クリーニングクロス、フィンガーシェイカー、シャカシャカシャカ、火炎、教則本、これ中国語のものですけども、教則本、あとは、首から下げるタイプの、ネックストラップが付属してたということですね。で、付属品についてですね、詳しく知りたい方は説明欄の、タオバオの商品ページをご覧になってみてください。はい、ということですね、2回続けて草加にお住まいの深崎さんからお借りした中華レレの紹介になりました。前回のですね、スネールウクレレもそうですけれども、このブライトサンはですね、今のところタオバオでしか手に入らないっていう状況ではありますけれども、ご覧いただいた通りですね、非常に作りのいいウクレレでして、中国国内だけの流通にとどまっているっていうのはとてももったいないっていうふうに思うんですね。ありきたりのウクレレに飽きてしまった皆さんには、タオバオを使ったウクレレの購入チャレンジしてもらいたいというふうに思う今日この頃です。ご視聴ありがとうございました。